こんにちは、メグです。本日の動画は100均購入品です。今回はダイソー、セリア、キャンドゥでお買い物してきたので紹介していきたいと思います。ジャンルは収納アイテムだったりとか日用品で便利なもの、子供が使うものだったりとか本当にバラバラなんですけれども、新商品だったりとかおすすめアイテム盛りだくさんなので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは早速スタート。まずは点数が少ないキャンドゥから紹介していきたいと思います。1点目がこちら、ガーゼ&パイルフェイスタオルで、サイズが約 28cm×70cm のものになります。ちょっと気づいていただけましたか？カメラをね、変えたのでピントが合うんですよね。すごい嬉しいっていう余談なんですけれども、こちらカラーは2色私が見た時はあって、こっちがブラックでこっちがグレーになっています。ガーゼパイルということで、肌触りがすごい柔らかい素材になっています。こちらは長男用と次男用で、保育園にフェイスタオルを持っていく時があるので、そういった時に使おうかなと思って購入してみました。このね、アルファベットが可愛いですよね。ちょっとあのブランドに似ていますね。このアルファベットシリーズすごい可愛いですよね。キャンドゥで以前にも手拭きタオルだったりとかハンカチだったりとかを購入したんですけれども、そちらも可愛かったです。次はこちら、デコパージュ専用粉というもので、上靴とかだったりとか、あと筆箱だったりとかポーチ、そういったものに紙をね貼り付けれる粉になります。液なのかな、粉って書いてあったから粉かな、そういうものになります。今鬼滅の刃がね流行ってるじゃないですか。息子たちもめちゃくちゃ好きで、これを使って上靴をねデコレーションしたら喜ぶんじゃないかなと思って購入してみました。今ねまだちょっとイラストが用意できていないので、またねそちらできたら動画にしたいなと思います。今回は商品だけの紹介になっています。続いてはこちら、マスクに最適洗濯ネット 15cm×21cm のものになります。めちゃくちゃねシンプルなマスク専用の洗濯ネットになっています。ここね全体がチャックになっているものですね。これ残念なのがね、かけるねこういう紐がないからちょっとフックにかけれないのが残念なんですけれども、真っ白でねちょうどいいサイズだったので購入しました。こちらキャンドゥで購入したんですけれども、その後ダイソーに行ったら紐がついてかけれるようになっているものだったりとか、あとはね3連に分けれるようになっているマスク洗濯ネットがありました。今はね100均でもいろいろなマスクの洗濯ネットがあると思うので、気になる方はねぜひいろんなものをチェックしてみてください。私はねこの真っ白のものが気に入って購入しました。次はセリアで購入したものを紹介していきます。1点目がこちら、メラミンスポンジのミニで40品になります。これねめちゃくちゃちょうどいいサイズ感のメラミンスポンジなんですよね。いつもねもうちょこっと大きいものを使っていたんですけれども、ちょろっとだけ使いたい時にこの1個を使うのがもったいないなと思っていたので、このねミニサイズがあるとすごい便利なんじゃないかなと思って購入しました。メラミンスポンジってほんと何かと使えるんですよね。これからね大掃除のシーズンになってきますし、メラミンスポンジは必須アイテムだと思うので、ぜひね小さい方もゲットしてみてください。で次がこちら、洗濯泡立てネットというものになります。こちらね新商品でインスタグラムでチェックしてから購入しに行きました。ちょっと開けてみたいと思います。こちらはタオルバーにかけることができる泡立てネットになっているんですよ。まあ泡立ち具合はねちょっと期待できなさそうなんですけれども、かけれるっていうのはめちゃくちゃいいと思います。まあこういうのがついてなくてもかけれるこういう紐があるから、こうフックとかにかける方多いと思うんですけれども、これだとねなおねかけやすいんじゃないかなと思います。まあ1回ね100円だから使ってみようと思って購入しました。私が見た時はねこのホワイトしかなかったんですけど、もしかしたら黒もあるかもしれませんね。でこれもねここにかけておきます。これもね前回紹介したセリアのねかけれるコームです。これもセリアだったかな、ブラシ全部かけてます。次に購入したのがじゃじゃーん、仮置きマスクケースデニム風というものになります。ちょっと分かりにくいんですけれども、こっちが濃いデニム、こっちが薄いデニムカラーになっていて、長男と次男用で購入してみました。ちょっと一つ開けてみます。開けるとこれぐらいのサイズになります。手のひらと比べるとこんな感じです。
ここにボタンがありますね。ちょっとボタン硬いかもしれないですね。保育園でも今はマスクが、ね、必須になっているんですけれども、外遊びする時とか取っておいてポッケに入れといたりするんですけれども、やはりそのままポッケに入れておくよりも何かケースがあった方がいいかなと思って購入しました。こちらは内側が抗菌防臭加工がされているようです。まあ100均だからそんなに期待はしていないんですけれども、まあ、ないよりねあった方がいいと思うので、ありがたい機能かと思います。中はねこうツルツルしているのでそこもいいかなと思います。布だとねなんかちょっと不衛生な感じするじゃないですか。ということでこちらね子供用に購入しました。次はこちらシニオンメーカーというものになります。こんな感じでね、ヘアアレンジが簡単にできる便利アイテムなようです。まあ見ての通りね、私家では基本的に適当に後ろにくくっているだけなので、まあ、簡単にね、ヘアアレンジ、それっぽくできたらいいなと思って購入しました。使い方としては、このように毛先を挟んで、くるくるくるっと上に巻いて、ゴムのね、この先端を留めるというものみたいです。こんな感じでパチッと穴に通すようです。こんな感じでうまくいくのかどうなんでしょう。私髪の毛がそんなに長くないのでもしかしたら使えないかもしれないんですけれども、うまくね活用できたらいいかなと思います。次はこちら、まあ、ミッフィーちゃんの置物、雑貨ですね。可愛くないですかこれ。前もこんなようなやつ買ったんですけれども、またまたね買っちゃいました。カラーはねたくさんあったんですけれども、グレーのミッフィーちゃんにしました。めっちゃ可愛い。なんかねこういうこまごましたね雑貨とかって100均であんまり買いたくないなと思ってるんですけれども、もうミッフィーちゃんは別格、特別扱いです。ということでね一つだけ購入しました。続いてはマスクになります。キレイマスク、女性子供用で10枚入りになります。こちらね100円商品なんですよ。だいたいね100均でマスクを見るとたくさん入ってるやつでも100円で7枚とか、あとまあ少ないと3枚2枚だったりするんですけれども、こちらはね使い捨てではあるものの10枚入っています。だいたい薬局とかでも50枚とか入っていて800円とかそれぐらいすると思うので、100円で10枚ってかなりお安いのかなと思います。というかね娘にそうやって言われました。これめちゃ安いしいいよっていう風に言っていて、なんかサイズ感がねかなりいいみたいで、まあ、子供とか、女性の方にはちょうどいいサイズなのかなと思います。私は結構なんか大きいマスクをね使うことが多いんですけれども、娘はね小さい子供サイズが好きなようで、いつもね小さいものを使っています。まあ至って普通のマスクですね。まあ小さいですね。こんな感じちっちゃいマスクになっています。私はねなるべくここまで隠したいんですよね。なんか日焼け対策にもなるかなと思って。ということでね、娘一押しのこちらのマスクは3セット購入しました。で、お次はこちらになります。商品名が英語、6リングバインダーシンプルガールというものになります。こちらの商品はラベンダー、ホワイトの2種類があるようです。サイズが約 225×175× マッチ 30mm になっています。本体がポリプロピレンになっています。まあ、至って普通のバインダー、ちょっとここにね可愛らしいロゴがあります。こちらは娘用に購入しました。中に入れる専用のリフィルがあって、英語インデックスポケット付きシンプルシックというものになっています。このファイルは専用のねいろいろなタイプなリフィルが売られています。リフィルだったりとか、あとはファイルケース、ポケットが付いているものだったりとか、とにかくね、いろんな種類とカラーがありました。こちらはね、ポケット付き、インデックス付きのものになっています。何に使うか娘は多分考えてないんですけれど、例えばここにね、教科を書いて、ちょっとした勉強のメモだったりとか、宿題とかね、いついつまでにこれをやりたいっていうのを入れたりだとか、そういったことに使うんじゃないかなと思います。もう一種類が英語リフィル30ピー方眼シンプルガールというものになっています。パッて初め見た時にこうねいろいろ枠があるのかなと思ったんですけれども、こちらは枠は自分で書かないといけなくて普通の方眼用紙になっています。
こういう風に無地な方眼用紙になっています。だから自分でいろいろ書いてカスタマイズすることができます。子供っていうか学生とかってこうやっていろいろ書いたりとか作ったりとかするのってすごい好きですよね。娘もねこれでテストのね目標だったりとかいついつまでに、ここまでの範囲をやるっていうのとか、あとは計画、いついつがテストだからテストまでにこんだけやるぞとかね、ここに書いてますね、テストまで何日とか、こんな感じで作って勉強するそうです。まあいつまで続くのやらという感じなんですけどね。ラストがダイソー購入品になります。1点目がこちら、自由自在積み重ねペンスタンドというもので、こちらはシリーズでいろいろな形があって、私もね他の形を重宝して使っています。こちらのペンタイプは初めて購入しました。今メイクブラシはこういったものを使って収納しているんですけれども、ちょっとね場所を取ってしまうので、よく使うメイクブラシはこちらに移動しようかなと思って購入しました。今使っているメイクブラシもとても便利で、洗った後もそこでね乾かしておけるからいいなと思うんですけど、若干ね場所を取ってしまうので、こちらによく使うものは入れて、出しっぱなしにしておきたいと思います。それに合わせてメイクブラシ専用洗剤も買っておきました。いつもね中性洗剤で洗っちゃってるんですけれども、あまり良くないなと思ってこちら購入しました。それからこちら、まあめっちゃ日用品なんですけど、曲がるストローで200本、シンプルで200本入ってるからいいなと思って購入しました。でそれに合わせて最近ねストローは家に置かないようにしていたんですけれども、長男がねストローは絶対いるっていうことなので、まあストロー買ったんでケースもね合わせて購入しました。これは多分前回100均購入品で紹介したもので、こうやってね割り箸を入れれるようなケースになっています。まあ割り箸入るからストローも入るんじゃないかなと思って購入しました。なるべくねこう収納ケースとかは揃えたいので、同じものをね選びました。こんな感じで、今回はセリアとダイソーとキャンドゥの商品を紹介しました。気になるものはあったでしょうか。一つでも気になったものがあったよっていう方は、ぜひぜひグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。